2019年以来の世界卓球代表に内定ということで、今どんなお気持ちですか？はい、団体戦での世界卓球は初めてなので、一つここで団体戦のメンバーに入れたことはすごく光栄だなっていうふうに思います。過去2大会個人戦で出られたと思うんですけど、世界卓球のこうイメージってどんな大会ですか？はい、初めて個人戦で出た時もやっぱ普段のワールドツアーとは違うなっていう、他の国の選手のこう意地だったりとかこうすごいなっていうのは感じていたので、さらにこう団体戦はこうテレビで見ていてもそれがすごく伝わるので、まあ、よりこう厳しい戦いの舞台かなというふうに思ってます。まあ今回厳しい戦いにずっと、まあ、トーナメントっていうことで一回も負けられなかったと思うんですけど、振り返ってみていかがでしたか？はい、まあ、昨日は本当に負けかけたところから逆転だったり、リードしてて追いつかれて、まあ、本当に嫌な流れだったり、本当に耐え抜いて掴んだ代表だったかなっていうふうに思います。また、ね、この後 WTT あったり、また選考会があったりすると思うんですけど、ファンの皆さんにぜひともメッセージをお願いします。はい、いつも温かい応援をありがとうございます。皆さんの応援が本当に力になっています。今後も応援よろしくお願いします。